この2体のロボについては結構割と改造したので、次に出すトロンギャラクシーソルジャーの時にめちゃくちゃ違和感があると思って、今回このように動画にしました。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、本日の動画はこちら。僕が作った変形合体レゴロボギャラクシーソルジャーとトロンソルジャー V2、 こちらの2体を改造しましたのでお見せしたいと思います。いつもでしたら僕の変形合体レゴロボの徹底解説の動画はメンバー限定動画にしてるんですけど、今回は名前の通りこの2体の変形合体レゴロボを改造しましたので一般公開したいと思います。本来でしたらこの2体が合体したトロンギャラクシーソルジャーの動画を撮るつもりだったんですけど、まあテレビを見た方ならわかると思うんですけど、実は3号ロボを作っていて、3号ロボと強化合体して1つのロボになるんですけど、その際に結構割と構造強度だったりちょっといろいろ耐震的な問題もあったので、この2体を改造しました。ギャラクシーソルジャーもトロンソルジャーも戦闘機形態での構造強度とかにちょっと不安があったので、こちらも改善しました。ちなみにこの2体のロボなんですけど、一番改造したのはこちらです。このトロンソルジャー V2 です。もう見たらわかると思うんですけど、このトロンソルジャー V2 はいろいろと改造しました。ではまずはこちらのギャラクシーソルジャーから改造したところを解説したいと思います。ではこちらのギャラクシーソルジャーの改造したところについてお話ししたいと思います。まずは上半身、ちなみに見栄えが一番変わったというわけではないんですけど、上半身はちょっとだけ改造しました。まずは胸のこの部分ですね、この部分をこのパーツに変えました。あとは両肩のこのヒンジパーツ、ちなみにこれは戦闘機形態のビッグバイパーの時に使います。あとはこの胸のパーツもちょっと改造しました。正面から見るとそんなに変わってはいないんですけど、この部分の裏側を大幅に改造しました。続いて下半身はこのようになっていて、まずはこの武器ですね、武器を大幅に改造しました。まず武器の全長についてはワンブロック分長くして、あとはこの部分に合体ジョイントをつけました。ちなみに剣先にも合体ジョイントがついております。それと足のこの部分がポッチになっていて、このように武器をマウントさせることができます。であとは足首も改造しました。ちなみに足首なんですけど、この内部が空洞になっております。強化合体のことを考えて中を空洞にしました。であと改造したところはじゃん、この背面のこのパーツ、ちなみにこのパーツは余りパーツなんですけど、今回これを取り付けるようにしました。僕は変形合体レゴロボはパーツ余らせたくない派なんで、なんとかしようと思って背中につけれるかなって思って改造しました。ちなみにこれは2号メカのスペースボンバーに取り付けることができます。ではこちらのギャラクシーソルジャーを各メカにバラしたいと思います。せーので、はい、各メカに分離しました。この4つのメカはそんな変わってなくて、一番変わったのはこれですね、この2号メカのスペースボンバー。そうすることで中砲台みたいに見えてちょっとかっこよくなります。であと先ほど説明したこのロボの胸パーツのこの裏側にこのようなパーツを取り付けました。これは何なのかと言いますと、ビッグバイパーの時にギャラクシーソルジャーの頭部が見えるんですけど、それの目隠しパーツです。では今からこちらの5つのメカを戦闘機形態のビッグバイパーに変形合体します。では合体させます。戦闘機形態のビッグバイパーです。はい、ビッグバイパーにつきましては全体的にそんなに変わってはいないんですけど、まずこの部分にパーツを追加して、であとはこのパーツをつけたことによってギャラクシーソルジャーの顔がこのように綺麗に隠れます。であとちょっと見えづらいんですけど、先ほどの肩のヒンジパーツとジョイントと綺麗に合体しますので、構造強度も結構強くなってます。はい、ギャラクシーソルジャーの改造点はこんな感じです。はい、続きましてはトロンソルジャー V2 です。もうすでにバラメカにしているんですけど、このバラメカの時点でめちゃくちゃ改造してます。まず1号のブラックジェットにつきましては、この胴体の部分を丸々改造しました。まあ強いて改造したところを上げるというのであれば、この機種の部分をワンプレート分上げました。ミニフィグ乗せるときにどうしてもちょっと当たってしまうので、まあなんとかしようと思って今回はワンプレート分上げました。であとそれ以外に改造したところはこれですね、じゃん。ちなみにこのタイヤは戦闘機形態のブラックフライで進化を発揮します。であとはロボの頭部をちょっとだけ改造しました。この部分にパーツを追加しました。これもブラックフライの時に使用します。ブラックジェットはこんな感じなんですけど、一番改造したのは2号メカのブラックタンクと3号メカのブラックウィングです。まずはこのブラックタンクなんですけど、もう気づいてる方いると思うんですけど、このブラックタンクなんとじゃあミニフィグを登場させることに成功しました。このミニフィグは確かミニフィグシリーズ18か19についていた超金首ハンターのミニフィグです。なんでこれ採用したのかというと、逆三角形のマークがブラックトロンを彷彿とさせるので、このミニフィグを追加しました。この部分がロボになった時にニューロンブラスターという武器になるんですけど、この部分をコックピットに改造して、であとはロボになった時の胴体なんですけど、ご覧ください、タイヤをつけました。なのでこのように転がし走行で遊ぶことができます。タイヤをつけてコロ走行ができた時の達成感はめちゃくちゃ半
ぱなかったです。ちなみにタイヤなんですけど、はい、このようになっていて、タイヤは片方で4輪ずつあります。で、あとはニューロンブラスターの持ち手部分が出っ張ったままだったんですけど、今回は収納することに成功しました。で、それ以外にブラックタンクの改造点は、まあ、ちょっと見栄え重視にパーツの取り付け部分をちょっと改造したぐらいです。はい、そして最後3号メカのブラックウィングです。このブラックウィングもめちゃくちゃ改造しました。まずは武器になるこの操縦メタルブラックを結構改造しました。ちなみに改造したところを言うのであれば、まず持ち手をちょっと長くして、あとはこの重厚部分にピンパーツを追加しました。これは強化合体の時に使います。で、操縦メタルブラックの取り付け位置はもともとここだったんですけど、今回はここに変えました。で、あとはこの部分ですね、ロボになった時に足になって、強化合体の時に拳になるんですけど、このパーツもちょっとでかくしました。ロボになった時にちょっと足細くてちょっとバランス悪いなと思ってパーツを追加したのと、で、あとロボに合体した時に拳になるんですけど、これもちょっとだけ改造しました。で、あとはブラックウィングにタイヤをつけましたので、このようにコロ走行ができます。ちなみにタイヤは全部で4つあります。では3つのメカを戦闘機形態のブラックフライとロボモードのトロンソルジャー V2 に変形合体させます。ちなみに変形合体についてはそんなに変わっていませんので、今回は省略します。まずは戦闘機形態のブラックフライから見せます。せーので、はい、ブラックフライに変形合体しました。ちなみに見た目はこのようになっていて、見た目についてもまあ言うてそこまで大きくは変わってはいないんですけど、一番変わったところはやっぱこれですね。このタイヤ部分がついたことで、このブラックフライ形態でもこのように転がし走行ができます。あとこれブラックフライに合体した時にコックピットはこのようになっていて、このように反対向きに座らせることで綺麗にまとまっております。ちなみにパーツが合体してもこのように干渉しないように調整しました。では今からこちらのブラックフライをロボモードのトロンソルジャー V2 に変形合体させます。せーので、はい、完成、トロンソルジャー V2 です。はい、トロンソルジャー V2 に変形合体させました。改造前と比べて一番変わったところはこの足の部分と腕の部分です。で、このトロンソルジャー V2 なんですけど、東亜初期のスーパー戦隊のロボみたいな感じのプロポーションにすることができます。こういった角張っているところが昭和や平成初期のスーパー戦隊のロボみたいになるので、めちゃくちゃいいと思います。続いて側面はこのようになっていて、側面についてはこれですね、このニューロンブラスターを背中にマウントさせるように改造しました。このニューロンブラスターが結構綺麗にすっぽりとマウントさせることができます。ただ背中にスペースがありましたので、このようにミニフィグ1体を乗せることができます。そしてこちらのニューロンブラスターの取っ手はこのようになっていて、この部分を引っ張ると、はい、このように持ち手を出すことができます。で、このように持たせることができます。ニューロンブラスターも結構パーツ使っているので、このように持ち上げようとすると、はい、このようになります。なのでニューロンブラスターを持たせる際はこのように腕を下ろして持たせないといけなくなりました。はい、ということで私が作った変形合体ロボギャラクシーソルジャーとトロンソルジャー V2 の改造点は以上になります。僕は変形合体レゴロボは作った後にちょっと気に入らなかったところとか、構造強度に問題があったりしたらすぐ改造しちゃうんですけど、今回この2体のロボットはもうとにかく改造しました。この2体のロボについては結構割と改造したので、次に出すトロンギャラクシーソルジャーの時にめちゃくちゃ違和感があると思って、今回このように動画にしました。これでようやくメンバー限定のトロンギャラクシーソルジャーの徹底解説変形合体動画が出せることができます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。